橋本理恵は、テレビ愛媛のアナウンサー。愛媛県松山市出身。愛媛県立松山東高等学校、神戸大学卒業。2003年入社。2004年1月30日より、目覚ましテレビ5代目愛媛担当リポーターに、就任。2007年まで務めた。2004年7月、田島紀之社長、大谷幸三編成部長、大下佳奈アナウンサーと共に、FNS27 時間テレビ、FNS 全国一世紀末テスト予選に参加。2009年、テレビ愛媛が、伊予弁かるたを発売する。伊予弁に触れてほしいという思いから、愛媛県出身の橋本と、堀本直克アナウンサーが冊を読み上げて、付属の CD に収録している。2010年までアナウンサーとして、夕方のニュースなどを担当していた。その後、妊娠、出産を経て、編成部に異動となり、2014年からは、総務部に所属。2017年7月1日の異動にて、再びアナウンス部に復帰する。松山市政記者クラブに所属して、夕方ニュースの取材、リポートなどを担当している。7年ぶりということで、感覚や記憶を呼び起こすのに毎日必死ですが、今いる場所で自分ができることを常に懸命に取り組んでいきたいと思っていますと公式ブログに気持ちを綴っている。2020年、フジテレビと FNS 系列28局のアナウンサーの資質向上を目的に開かれている第36回 FNS アナウンス大賞のナレーション部門で、関東賞を受賞。出品する作品の選定に悩み山田、幸子アナウンサーに相談。このナレーションが、橋本さんらしくていいと思うと、後押しして決めた。この賞を糧に、先輩方のアドバイスを胸に、みんなの背中を後押しできる、助け人になれるよう、頑張りますと、山田幸子アナウンサーが、定年退職するにあたり感謝の意を伝えている。バトントワリングうどん、ガパオライス、チーズフォンデュ、カレー刺激の強い辛い食べ物みんな違って、みんないい夫、娘が2人いる。2020年からは、猫のハツと一緒に暮らしている。フリーアナウンサーの竹村ゆかと同じ小学校の同級生である。ABCDEFG、橋本理恵プロフィール。テレビ愛媛。2021年11月19日閲覧。AB、橋本理恵プロフィール。テレビ愛媛。2021年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月19日閲覧。FNS27 時間テレビ。FNS 全国一世紀末テスト出演時に、プロフィールで紹介される。575伊予弁かるた。オールオブパブリケーションズ観光目録。アトラス出版。2020年4月2日閲覧。アナウンサーブログ、アナブロ、橋本理恵2017年8月21日分、はじめまして、そして、お久しぶりです。で綴っていた。助け人テレビ愛媛アナウンサーブログ、アナブロ、橋本理恵。テレビ愛媛。2020年5月4日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年11月19日閲覧。FNS27 時間テレビ。2020年4月2日閲覧。長靴下のピッピの世界展で、靴下人形を作ってみたテレビ愛媛、アナウンサーブログ、アナブロ、橋本理恵。テレビ愛媛。2019年10月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年11月19日閲覧。新年度もよろしくお願いしますテレビ愛媛。アナウンサーブログ、アナブロ、橋本理恵。テレビ愛媛。2019年4月2日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年11月19日閲覧。新年度もよろしくお願いしますテレビ愛媛。アナウンサーブログ、アナブロ、橋本理恵。テレビ愛媛。2021年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月19日閲覧。松山ソウル線本日から復活。竹村ゆかのゆるり令和日和、エキサイト、ブログ。エキサイト株式会社。2020年4月3日閲覧。2011年の中継は、後輩の久保田かなアナが不定期で担当。ありがとうございます。